皆さんこんにちは、ナビゲーターの加藤です。本日も住テックホームのチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はオーナー様のお住まいをご紹介します。ブランドはデザイナーズハウスのアーキペラーゴ。コンセプトは建築家坂下健三氏と建築資材総合商社グループ住テックホームのコラボによる建築家の自由な発想をかけるハウスメーカーの優れた住宅性能。建築家を中心にプロフェッショナルが思いを一つにし、一貫したプロジェクト体制で取り組む住まいづくりです。今回ご紹介するオーナー様宅は今トレンドの平屋住宅で、周辺の建物からの視線を考慮したロの字型の中央に大きな中庭がある住まいです。室内には北欧ルイス・ポールセンの照明とフィンユールやポール・ケアホルムの家具で空間を彩っています。さらにオール電化で太陽光パネルを設置し、蓄電池や電気自動車に加えて V2H も備えている、停電に備えた災害に強い先進の住まいです。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速外観から見ていきましょう。外観正面は立体的な箱型フォルムです。屋根は緩い勾配の片流れ屋根。屋根と外壁の一部にはガルバリウム鋼板を採用し、上下を水平にツートンに分けたモダンな佇まい。1階部分の外壁はモルタル漆式で幅広い仕上がりパターンを形成することができ、意匠性があるのも特徴です。さらにブラックのガルバリウム鋼板も採用し、ホワイトとブラックの異素材を巧みに組み合わせた魅力たっぷりのモダンな外観デザインとしています。住まいの前面には駐車スペースが2台分あります。ご夫妻のお車も余裕を持って駐車できますね。玄関までのアプローチはオーナー様の手作りだそうで、南面にはお庭や様々なグリーンを眺めることができます。駐車場には最新の電気自動車がありますね。ここには電気自動車のバッテリーに貯めた電力を家で使えるようにする機器の V2H が設置されています。V2H とは家と電気自動車の間で電気を充放電するための設備です。この先進設備を導入することで、太陽光パネルで発電した余剰電力を電気自動車に充電し、必要な時に取り出して使うことができ、昨今の電気代高騰や災害対策で非常に効果のあることで注目されている設備です。玄関ドアはウォールナットの木目調で、この外観に素敵にマッチしていますね。またこちらの照明はオーナー様セレクトのルイス・ポールセンのウォールランプです。とても素敵なアクセントです。玄関周りが華やかになっていますね。それではお家の中に入っていきましょう。失礼します。入った瞬間に心地よい空気を感じました。玄関に入るとなんと開放的な中庭を眺めることができますよ。夏の残暑でも冬の厳しい寒さでも過ごしやすく、一年を通して心地よい居住性能が住テックホーム最大の魅力です。こちらのオーナー様宅も快適な室内環境ですよ。そしてこちらにはシューズクローゼットがあります。壁面に可動棚を全面配置してボックス収納にしています。ワンちゃん用品や脚立、掃除道具など使用頻度の高いものを収納されています。またここには多目的シンクがあり、用途の中心は庭作業後の手洗いやロボット掃除機の給排水です。さらにワンちゃんの散歩時や帰宅時の水作業、玄関周りの水掃除などスロップシンクが大活躍です。玄関ホールの床はセラミックタイル、アルティカのアントラチッテを採用しています。サイズは 300mm×600mm で、この色ムラのあるブラックの大理石のような床はゴージャスでホテルライクな空間にしていますね。また1階の前面には住テックホームオリジナルの蓄熱式温水床暖房が入っていますので、真冬の寒いシーズンも足元から暖かくとても快適です。それでは LDK へ行きましょう。リビングダイニングキッチンの広さは合わせて 36.1 畳という大空間です。フラットな天井の仕上げ材には
プラフォンテラスのチーク、オイル仕上げで彫り込んだマットブラックのスポットライトがさらに魅力をアップしています。また周囲からの視線も気にならない中庭を望む天井まである大きなハイサッシの窓も開放感抜群ですね。セラミックタイルの床材はフローリングに比べて滑りにくく、転倒や怪我のリスクも少なく、足腰の負担の軽減になります。また愛犬の抜け毛や排泄時の掃除がしやすく、床材のメンテナンスが不要かつ耐久性が高いのも特徴です。加えて平屋なので水拭きもできるロボット掃除機との相性は抜群です。またこちらの壁面は大画面のプロジェクターも映し出せる仕上げになっていますので、ご家族で映画や動画などを楽しむことができます。リビングはとても広々としていますね。北欧テイストのヴィンテージ感のあるインテリアが置かれた素敵なリビングです。このチェアはポールケアホルムの PK22 イージーチェアで、こちらも北欧の名作インテリアの一つです。キッチンはキッチンハウスのオートクチュールドゥエのアイランドキッチンです。正面にはシンクとワークスペース、背面には IH ヒーターがあります。水栓はハンスグローエのフラッシュドレッドゴールドです。かっこいいですね。体の向きを変えるだけで作業ができるので家事もしやすいキッチンです。扉カラーはブラックで、カウンタートップはクォーツストーンのジュエルブラックを採用。一体型専用のダイニングテーブルが設置され、回遊できるダイニングキッチンで配膳なども楽にできます。見た目と実用性を兼ね備えたフルオーダーキッチンです。照明はヴィンテージショップで手に入れられた1930年代という貴重なルイス・ポールセンの名作ペンダントライト PH2 と2分の1を採用しています。こちらもオーナー様のセレクトで本当にハイセンスな空間ですね。背面カウンター部分のタイル張りもおしゃれな演出で、そこには調理用具を下げてカフェの厨房のような見せるキッチンなども魅力的です。こちらには大容量のパントリー収納があります。ストック品や備蓄品などを収納するのにとても便利ですね。ここにはタカラスタンダードの洗面化粧台があります。収納付きのミラー三面鏡で、ボール肩寄せタイプですので横はメイクスペースにもできますね。洗濯機スペースの床にも水にも汚れにも強いセラミックタイルを採用され、ここのタイルの床にも床暖房が入っているんです。そしてここにはウォークスルータイプのクローゼットがあります。奥へ進むと主寝室につながっています。洗濯をして干して乾いた衣類はそのままこのクローゼットに収納することができる便利な洗濯動線となっています。こちらは蓄熱式温水床暖房付きの快適なトイレです。床は同じくセラミックタイル敷きなので、おしゃれに清潔に保てるのが羨ましいです。そして寝室からも近く利用しやすいですよ。続いてお隣には6畳の和室と 6.3 畳の洋室があります。こちらはゲスト用の小上がりのある畳ルーム、中庭に向けた障子を開けると2面採光で外の景色も眺めることができる憩いの和モダン空間です。ここに階段があるので上がってみましょう。18.3 畳という広々とした小屋裏収納がありました。長手壁面2面に壁面収納棚を設置しています。普段使わないものやクリスマスツリーや加湿器などの季節用品、キャンプグッズなど様々なものをたくさん収納できますね。こちらの廊下からは中庭へと行けます。外の空気を感じたり、洗濯物も外に干すことができます。中庭は 18.2 畳と広く、LDK がもう一つあるような贅沢な空間ですね。ここは周囲からの視線も一切気にすることなく、プライバシーも確保されています。
また四季を感じられるもみじなどの植栽やタイルデッキがありますので、ご夫婦と愛犬でのびのびと過ごせる快適な空間です。建物内からも天井までの大きな窓を通して眺めることができますので、家にいながら四季折々の美しい風景を満喫することができます。ドッグランやバーベキューなどアウトドアリビングとして大活躍してくれそうですね。本日はアーキペラーゴの建築家を中心にプロフェッショナルが思いを一つにし、一貫したプロジェクト体制で取り組んだお住まいをご紹介してきました。どこにいても眺められる中庭や V2H など災害に強い先進の設備、オーナー様こだわりの北欧の名作照明やインテリアが彩るとても素敵な空間作りが印象に残りましたね。また全ての窓はトリプルグラスを採用し、高気密高断熱高遮音仕様の高いハイスペックな住宅性能もポイントになっています。住テックホームでは様々なデザインコーディネートにご対応しますので、お気軽にご相談ください。高気密高断熱の住まいとともに、あなただけのオリジナリティあふれる魅力いっぱいのデザインでご提案させていただきます。今後も動画をアップしていきますので、チャンネル登録高評価をお待ちしております。また動画の感想などもコメントをしていただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ナビゲーターの加藤がお伝えしました。